昨今ですね、底辺の仕事ランキングっていうのが、なんか発表されてまして、まあ、それでね、結構まあいろいろ物議をね、醸し出しているんですけれども、まあこれ結構前の話だと思うんですけど、ただね、その底辺の資格でも、それをするにも、やっぱ資格っているんだよね。だからこう、資格マニアの観点で、この底辺の仕事がね、10個並んでんだけど、その10個で必要となる資格をね、ちょっとね、見ていこうかなと思いますね。やっぱね、資格持ってないとこの底辺の仕事にすらつけないというね、まあ、つくことはできるかもしれないけれども、まあ、なかなかね、それでもやっぱ上の方には、なかなか行くのが難しいというところで、まずこの10個なんだけど、まず1個目が土木建築作業員。で、2つ目は警備スタッフ。工場作業員、倉庫作業員、コンビニ店員、清掃スタッフ、トラック運転手、ゴミ収集スタッフ、飲食店スタッフ、介護士、保育士、コールセンタースタッフということで、まあね、悲しいよね。まあ、私もね、各位私もですね、まあ、工場作業員ということでですね、もうこのね、ランキング3番目に入ってしまっているというね、もう底辺の仕事らしいですね、私は。まあね、底辺の仕事だって言われてもまあしょうがないよね。なんかなかなか、まあ、何をもってして底辺というのかまあよくわかんないんだけれども、ただやっぱりね、なんだろう、キラキラした世界ではないかなっていうのはやっぱ感じますよね。例えばまあキラキラした世界って言ったら、例えばなんだろうな、証券マンとか、証券営業マンとか、あとは広告代理店の営業マンとか、もうそういうなんかスーツをピシッと決めてさ、仕事したりとか、あとは官僚とかでね、いわゆる国家公務員ってやつ。まあ、それ以外のね、地方公務員もね、結構、まあ、キラキラしてるかどうかは言えないけれども、お堅い仕事だよね。まあ、若干底辺寄りなのかもしんないけれども、まあ、警察官とか、消防士とか、まあ、そういう系の公務員っていうのも、まあ、なんかいいよね。硬派な感じでね。まあ、自衛隊とかもそうだよね。結構硬派な感じが、しますよね。やっぱそれに比べると、まあ、私がね、今やってるような工業作業員とかっていうのは、まあ、もしかしたら、そういうのに比べれば、なんかね、まあ、キラキラしてないのかなと思うんだけれども、ただね、やっぱお給料もらえてる以上、やっぱそれは底辺じゃないんじゃないかなと思って。なんかまあ個人的に思ってるのはそのお給料っていうのは、なんつうのかな、まあお客さんからの感謝の対価と言いますか、お客さんから要はお給料ってもらってるわけじゃんか。自分たちのお給料っていうのは。で、自分たちのお給料っていうのは、まあ、基本的に会社から支給されるわけなんだけど、だけど会社からもらってるわけじゃなくて、元をたどればお客さんのお金であって、で、そのもさらに元をたどればお客さんのお客さんであって、お客さんのお客さんのお客さんであってっていうようなところで、だから基本的には、なんだろうな、これが欲しいな、こういうのがあったらいいなっていう、そういうのの、まあ、最終的にもらえる自分には、まあ、巡り巡って回ってくる対価だと思ってて、まあ、私は結局今は、まあ、自動車部品工場で働いてるから、まあ、トヨタ系列でね、まあ、愛知県民なんで、まあ、トヨタ系列の、まあ、おそらく、まあ、結局どの車に行ってんのか私は全然知らないから、なんとも言えんのだけど、まあ、きっとその車を買った人の、その感謝の一部を、うわーってかき集めて私のところに多分来たと。いうところで、だからそれは別に底辺の仕事なのかどうか、それは違うんじゃないかなと思うんでね。だから仕事にまあ上も下もないし、もちろんねキラキラしてるのとドロドロしてんのとなんか汚いきついとかね危険とかそういうのはあるんだけど、まあでも基本的にまあお給料はまあいろんな人の感謝の。が巡り巡って自分のところに来たというまあそういう意味合いというそういうスタンスで。私は給料受け取ってんだけど、まあそうしないとやってらんねえっつうのもあるんだけど、まあそれは置いといてですね、まあ資格の話をしましょう。じゃあまず、一つ目ですね、土木建築作業員に必要な資格。まあいろいろちょっとね、調べてみました。まあやっぱ建築士とかはね、まあ話を置いておいて、まあやっぱ施工管理ですね。施工管理技師。まあ、例えば土木施工管理技師とか、建築施工管理技師とか、1級2級とあるんですけども、まあ施工管理技師も必要ですし、まあ、まああとは、まだまだ建築設備士っていうのもあるらしいですね。建築関係の設備を。でも、これもでも結構上流の方だと思いますね。で、まあ、それ以外の、なんかこう、まあ、作業主任者関係の資格。まあ、例えば、型枠、なんて言うんだろう、これ、四方向の組み立てなど作業主任者。玉掛けの業務主任者。足場組み立て作業主任者。なんだこれ、土止め投稿作業主任者ね。ウインチ運転特別教育とか、まあ、こういった細かい資格があると、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。まあ、ちなみに私は一応まあ、玉掛けとクレーンとフォークリフトを持ってるんで、まあ、もしかしたら、建築関係でも何か役に立てるのかもしれないですね。まあ、あとは、あれですね。まあ、大型特殊の、まあ、運転免許。それから大型特殊に紐づいた車両系建設機械の資格ですかね。まあ、いろいろありますよね。車両系建設機械でも。まあ、整地だったりね、運搬とかいろいろありますけれども。まあ、あとは解体とかもね、ありますよね。まあ、この辺の資格があると、まあ、なおいいかなっていうような感じだと思いますね。そして、2番目、警備スタッフですね。警備スタッフの資格ちょっと調べてみました。なかなかね、いろいろありましたね。でね、警備員指導教育責任者っていうのがあるらしいですね。なんか1号警備、
2号警備、3号警備、4号警備って、なんかいろいろな施設とか交通とか輸送とか身辺警護とか、いろいろそういう資格があるみたいですね。それからあと警備業務検定っていうのがあるんですね。で、その警備業務検定も1級と2級とあって、しかもなんかいろいろあるんですよ。施設警備業務、交通誘導警備業務、雑踏警備業務、貴重品運搬業務、核燃料物質など危険物運搬警備業務ということで、まあ合格率は 60% から 70% ぐらいで結構まあ比較的高めではあるんですけれども、いろんなね種類の警備でもあると思うんです。まあ確かに、まあ私たちが目にするものといえばやっぱ雑踏警備、お祭りとかの警備とかもあるし、まあイベントとかのね警備とかもあるし、まああと交通誘導だよね。なんかこう工事とか、例えば電線のなんだやってて、その周りに必ずいるよね、立ってる人がね。とか、あとは貴重品かな、まあ、アルソックとかね、セコムとか、すごいなんか警棒持ってギュッつってねやってますよね。あとはまあ設備警備かな。これもまあでっかいと、東京の方とか行くと特にだけど、まあ大体どの建物にも警備員がいるっていうね、まあ、会社の警備とかもねいろいろありますよね。そして私がやってる工場作業員ですね。工場作業員で資格っつうのは、まあ私がいつも言ってる3点セット、工場3点セット、クレーン、玉掛け、フォークリフト、この3点がまあ主な資格になってくるのかな。まあ、それ以外もいろいろね、危険物だったりね、いろいろ公害防止管理者だったっけとかもありますけれども、主にこの3つかなと。で、倉庫作業員に関してもこの3つかなと。リフト、クレーン、玉掛け。これは、ま、倉庫でも同じかなと思いますね。コンビニ店員。コンビニ店員って資格なんかやるのかな。まあ、C っていうなら販売士ぐらいじゃない。販売士検定とか。清掃スタッフ。清掃スタッフもね、なんか資格があるっぽかったんで、ちょっとね、調べてみました。まあ、例えばだけど、貯水槽、清掃するには、やっぱ貯水槽清掃作業従事者っていうのがいりますし、排水管清掃するのも排水管清掃作業従事者っていうのがいりますし、また空調関係は空気調和用ダクト清掃作業従事者っていうのがいるみたいですね。で、それからあとハウスクリーニング技能士っていうのが、あるらしいですね。ということで、まあ、ビルのね、清掃もいろいろ資格があって、あとの国家資格もあるらしいんですね。ビル国クリーニング技能士っていうのも、なんか、あるみたいですね。なんかいろんな資格ありますね、見てるとね。清掃作業管理者とかね。なんかいろいろありますね。すごいね、これね。建築物清掃管理評価資格者とかね。病院清掃受託責任者とか、いろいろ資格がありますね。なかなか面白いですね。清掃の世界でもいろいろ資格があるんで、なかなかね、面白いなと思いますよね。そしてトラック運転手。トラック運転手はもう、言わずもがなですよね。大型自動車運転免許と、牽引免許。まあ、それから C って言うなら、危険物、オツヨン、それから、高圧ガス移動監視者、フォークリフト。まあ、この辺は必要になってくる可能性は結構あるかなと思いますね。で、ゴミ収集スタッフ。ゴミ収集スタッフはね、確か中型免許でよかった気がするよ。普通自動車じゃ、大きいトラックは乗れないでしょう。それから飲食店スタッフ。飲食店スタッフはどうなんだろう。調理師免許はあってもなくてもいいかもしれないけど、あれは必要だよね。食品衛生責任者は必要だよね。で、もっと大きいとかだと多分食品衛生管理者とか、そういうのも必要になってくるんじゃないかなと思いますね。で、介護士。介護士もね、結構難しいよね。介護福祉士、ね。それからとケアマネージャーとかっていうのもあるよね。そういうやっぱ介護系もね、結構資格がないとね、できなかったりするよね。なんか昔の旧ヘルパー2級だった。なんか介助初任者研修みたいな、そういう研修やんないと、ね、なんか訪問介護ができなかったりとか、なんかそういうのがありますよね。だから介護もね、意外とね、資格結構多いんですよね。で、もっと言うと、社会福祉士とかね、いろいろありますよね。精神保健福祉士とかね、いろいろありますよね。まあもちろん、まあ作業療法士とか理学療法士とかも、まあどちらかといえば、なんだろうな、介護の方になるのかもしれないですね。それから、保育士。ですね。まあ、保育士さんの資格もまあ、言わずもがな保育士免許ですよね。それからあと、スクールバスとかありますから、まあ、あれはね、やっぱ大型持った方がいいのかもしれないですね。まあ、スクールバス運転する人だけかもしれないですけど、まあ、保育士さんは保育士の資格がいるのかなと思いますね。そして最後、コールセンタースタッフ。コールセンタースタッフってなんか資格いるのかな？なんかね、いまいちパッと思いつくような資格はないですよね。コールセンターに関してはね。まあ、でも、コールセンターってなんか最近在宅でもね、仕事ができるらしいんですよ。なんか Amazon のね、コールセンターとかも、だいたいみんなもう、在宅で、もう完全在宅で仕事ができるというところで、なんかね、私も一瞬ね、やろうかなっていうのがね、一瞬あったんですけど、まあだいぶ前の話ですね。まだね、コロナになる前ですね。コロナになる前からなんかね、在宅で電話だけで、
コールセンタースタッフができる。たまにありますよね。なんか、私もね、何回かね、アマゾンのお客様サポートセンターに電話したんですけど、まず間違いなく、これはちょっとインド人かな、みたいな。ね、外国人系の日本語を喋ってくれる人がね、いろいろこう教えてくれてね、ありがとうございますって感じだったんですけれども。あれね、本当にアマゾンのコールセンター結構有能だと思います、あの人たちは。本当に私が知りたいことをこう聞くと、なんか何でも教えてくれるから、この人たちすげえなと思って、ね、すごい頼もしい存在でしたね。はい、まあ、ということでね、まあ、底辺の仕事12種類、ありましたけれども、ただね、やっぱこれでも資格たくさん必要ですよね。だからね、やっぱね、どの仕事にするにしても、やっぱり講習ないし、まあ、普通の式で、資格取らなきゃいけないことが多いので、やっぱり勉強っていうのは、仮にこういうまあ、底辺職と言われているような仕事であっても、必ず、勉強っていうのはしなきゃいけないんで、なかなか楽な世の中じゃないなって思いますよね。まあ、ということでね、まあ、今回は、まあ、資格マニアの観点で、まあ、この12個のね、職業についてお話ししましたけれども、まあ、最初に言いましたけれども、やっぱり底辺の仕事なんかないですよ。基本的には。まあ、お給料をね、いただいているということは、その感謝のね、現れなんでね。だからそういう仕事をついている人をね、バカにするようなことはね、絶対にね、やめてくださいね。あ、私もね、工場作業員なんでね、これもうね、すごいね、バカにされた気分でね、すごい嫌なんでなりましたし、特にこの、まあ、建築関係とかね、もう、あの人たちがいないと建物建てないですから、私たちがど素人ではね、絶対に建築できないですからね。やっぱね、そういう、なんか、バカにするのはね、どうなのかなっていう、やっぱこの記事に対する憤りってなりましたね。まあ、ということでね、まあ、いずれにせよ、資格は、必要になりますんでね。私もこれから、まあ、いくつか取れる予定ですし、まあ、皆さんもね、ぜひ頑張って、自己成長のために、資格取ってみましょう。それじゃあ本日は以上になります。じゃあ、バイバイ。深井です。はい。